少しだけ真面目に聞いて、たった今帰ってきたわ。どこまでも廃墟のような街並みを歩いていたの。行く先も日付もいらず、なぜかしら寂しくもない。懐かしい名前を呼べば、幾重にもこだまが帰る。飛行機じゃなくて流星じゃなくて